なんだお前は。お前はもう匂わない。本当に小学校から好きで読んでいたので本当に嬉しかったです。その健志郎と伊藤さん自身の何か共通点って感じてるものは何かありますか？眉毛が太いというところですかね。ちょっと匂う男性に向けて何か一言コメントいただきたいんですけれども、はい、いやもう自分も匂う方なんであんまり知ってないですけど、出ようをね、その匂いを消して、だけど男の匂いは消すなということです。